福島第一原子力発電所設備の使用では、東京電力福島第一原子力発電所で建設、運用された各設備の使用について説明する。なお、原則として、福島第一原子力発電所事故以前を対象とする。更新のあった部分については都度説明し、一部は関連記事にて説明を行う。なお、GE が、 主契約者に入った1、2、6号機については、三井物産が代理店業務を行った。このほか、6号機の放射性廃棄物処理施設は、GE の子会社である GETSCO が受注し、基本設計を実施した。GETSCO は日記に詳細設計、建設工事、試運転を任せたが、TBF など一部のユニットについては GE からの、 地球品であったという。プロセス計算機についても2号機までは輸入品で GE-PAC-4020 を使用していた。原子炉建屋外観1号機、2号機の主要な建屋の建築仕様については原子力学開始、発電水力多で紹介されており、その建築の仕様は下記のようになっている。原子炉建屋、タービン建屋、 排気塔などはいずれも、指向基面高10メートルであるが、取水路海峡付近に設けられたポンプ室の、指向基面高は OP7.5 メートルであり、超高圧変電所は、指向基面 OP35 メートルにある。燃料取り替え室には、燃料取り替え装置及び天井走行クレーンが、取り付けられている。また、運転員の移動のためのエレベーターもある。 内部は負圧に保たれ設計上の内圧は0 0 1 8ラム平方センチである。3から5号機は2号機と同じ BWR-4 であり、主要寸法は外力同様である。タービン建屋はいずれも1階及び、地下1階に、原子炉給水ポンプ、給水加熱器、補助冷却系交換器、予備ディーゼル発電機、初内ボイラ等補給類が配置され、2階の、 タービン層左右かと称する場所にタービンが末置きされている。なお、タービン発電機の課題は構造的に建物と分離しており基礎板から自立している。課題形式は高位同調型と呼ばれ、課題に要するコンクリート量だけで2700立方メートルとなる。3から5号機は2号機と同じ BWR-4 であり、主要寸法は外略同様である。自動制御室。 計測装置、電子計算機を備えた中央操作室が2階にあり、1階以下にはケーブル処理室、バッテリー室がある。このほか1980年代に4号機の南側に大規模な放射性派生物、集中処理施設が建設された。各プラントの使用済み燃料貯蔵プール容量の不足を補うため、1990年代に乾式 プール式の2施設が建設された。建設時から打ちっぱなしだった原子炉建屋、タービン建屋の外壁は1986年から塗装された。防食と景観への配慮が目的で1987年2月までに8億円を、当時10平方メートルを塗装した。最初の塗色は薄茶とクリームの2色であったが、後に1から4号機はブルー。 5、6号機はグリーンのモザイク模様に改められた。ブルーは海、グリーンは山を象徴してあしらわれたものである。下記は2011年の本発電所事故時点での非常用発電機の設置仕様である。本節は土木建築より据え付けした電気機械設備を中心として説明する。記述は文献発行時を基準とする。その後改造。 交換された箇所については改造後の使用を記述した文献について明記する。論文報告書書籍。ありがとうございます。